よろも、あやませよ。もごもごみだ。朝鮮歴史上、えー、誕された王は誰がいるでしょう二人いますよね。ヨン,ン軍と、光平軍。二人とも、とっても最悪な王と呼ばれていますが、今日はその光平軍の話を、ちょっとまずやってみたいと思います。 まず、光栄軍を話すなったら、一緒に尊女も話さないといけないので、尊女の話から見ていきましょう。11代王の順尊、この次の王、陰尊は、もう早く病気で亡くなったので、その次男である明尊が即位しますが、この明尊は子孫を残さず亡くなってしまいますよね。なので、その続き14代王尊女になりますが、この尊女がですね、先ほど13代王明尊が 子孫を残さず亡くなってしまいましたので、中庄までたどり着いて、王族で残っていた人が、中庄の側室、蝉敏安氏の間で生まれた特訓軍がいて、この特訓軍が一般人女性と結婚しましたが、で、この間で生まれたのが尊女だったんですよ。つまり、正当性がかなりない王ですよね。なので、実際尊女の場合は、即位からですね、 周りの家臣から非正当後継者とか一般人の子とかですごく、えー、いわばバカにされてたんですよね。その分村上はやっぱりそのコンプレックスを克服するために、まあ王にいる間ではとても頑張っていろんな業績を残しましたが、それは今度村上の特集で紹介しますね。 まず、村長ももちろん、おうん様なので、性質と俗室がいますが、性質、委員、王子がいますよね。でも残念ながら、委員、王子の間では、息子がいなかったんですよ。で、俗室の公民、勤士の間で、 イメヘグンとクワン,ンという息子がいました。村長としてはやっぱりコンプレックスを克服するためにどうしても性質との息子の子が欲しかったんですけれども、なかなかこういった運はなかったんですよね。で、この村長とコンビン・キム氏はとっても仲が良かったみたいです。村長がコンビン・キム氏が大好きだったらしいんですけど、コンビン・キム氏が次男のクワン,ンを産んで、クワン,ンが3歳の時に病気で亡くなるんですよ。 で、漢平軍はつまり、えー、物心がつく前からお母さんを失ってしまいますよね。その時にお父さんである村長は漢平軍のことを慰めるどころか、お前のせいで木虫が死んだということで、幼年期だった漢平軍をずっといじめたらしいんですよね。 ただし、関平軍はかなりえ落ち着いてる性格で頭も良かったみたいですよ。なので家臣から評価がとっても良くて、えーまあ、一応性質の息子がない今の状況では、漢平軍が一番素晴らしいという評価がすごかったらしいですね。ただ、孫女はお父さんとして自分の息子がこういった高評価を受けたら喜ぶべきなのになぜか、それは納得はしているもののそんなに喜んでなかったみたいです。 今からその理由を説明しますね。一旦まず、やっぱり、光栄軍が一番評価が良かったので、家臣たちは光栄軍を正座にしましょう。ずっと言い続けるんですけれども、ここで一つまず、疑問から解決しましょう。光栄軍は先ほど言った次男ですよね。じゃ、長男である伊明軍はなぜかと言ったら、伊明軍は、朝鮮王朝最悪の王子の一人と選ばれるぐらい、ひねくれた王子だったんです。実際分析によると、先ほど村長のいじめによって、 イメイ軍はちょっとひねくれたんじゃないかなという説もありますが、まあ、とにかく近いうちにこの朝鮮の最悪の王子様は説明したいと思いますね、まあ、とにかくそれでイメイ軍は論外ですなので寛永軍が候補だったんですけれども実際村長はこういった意見がある時にいつもこう言いますよまだ早いと理由は実際村長は新村軍という他の側室との息子が大好きだったんですよね ただ、この子がまだ若いので、この子が大人になるまで、ちょっと待ってみたいというのが、尊女の魂胆だったと思います。実際、村女には側室がもういっぱいいますが、その中で、陰ンンキムシという方とまた恋をしますね。その間で生まれたのが、この新ン軍ですよ。なので、村女はとにかくこの新ン軍が大好きで大好きで、新ン軍だとっても可愛がるんですよね。 で、それを見ていた他の王子たちは、やっぱり新村軍が聖者だなと思って、早くも後継者の道を諦めてたらしいです。なので、ここでほとんどの王子がひねくれてしまいますけど、官兵軍だけ唯一勉強も怠らずずーっと落ち着いた性格を維持して、周りの家臣から高評価を受けていたそうですね。そんなある日、 朝鮮には最悪な事件が起こってしまいます。日本では文禄の駅と言って、韓国ではインジネランと言いますが、戦国時代が終わって統一された日本が、次はその強力な軍隊を持って朝鮮は、実際は中国を攻めようとしたんですが、まず朝鮮を攻めてきたんですよね。当時朝鮮はあまりにも日本のことを甘く見てたので、この攻撃に全然対応できなかったんですよ。 なので、この時、王様であった孫女には大危機で、あでも実際ここで面白いことがありますが、繁栄軍には大チャンスだったんです。これを今から説明しますね。 じゃあ、とにかく日本に対する準備が全くできてなかった朝鮮は、日本の攻撃によって、とっても早くあちこちが占領されていきますよね。で、結局、朝鮮の首都であるハニャン、つまりソウルですね、まですぐ占領されますが、ここで日本の軍隊がソウルを占領してみたらおかしいことがあったんですよね。王様がいないんですよ。 普段、日本の認識では、王様が国の首都、つまりその場所から離れることはないんですけれども、首都を占領してみたら、王様がいないのが、日本人にとっては、え、どういうことになってしまったんですよね。実は、戦争が起こったということを聞いて、村女は誰より早く、中国の国境まで逃げてしまいますよね。 で、実際この時に日本人としてはどうしたらいいのかわからなかったので、それをまた日本に手紙を送って、関白はどうしたらいいんですかという命令を待つんですよね。実際この過程の中の痴間稼ぎが、朝鮮を滅亡から救ったという分析もありますけれども、まあ、とにかく尊重は、まあ、戦略ではないと思いますが、誰より早く逃げてしまいます。 その逃げた場所で、孫女は面白い決定をします。官兵軍に政府の権限を分ける。つまり、官兵軍を聖者として認めたことになりますよね。で、ここで18歳の官兵軍はやっと聖者になります。この戦争のおかげですよね。面白いんですが。 でもこれ私から見てみると明らかにこれですよ。戦争中に死んでも活躍しても王権の名誉を回復。つまり、官兵軍はあくまで利用されるだけの役だったんですよね。実際根拠として、当時尊上はですね、国境の最後まで逃げただけではなくて、まあ中国への亡命まで計画をしていました。つまり、国を捨てようとしていましたね。 つまり国境のあたりで自分が逃げていって、戦争の様子を見て、すぐ中国に逃げて亡命するか。まあ、つまり国を諦めてですね。また戦争の状況が良くなったら、えー、もちろん自分のお家に戻る魂胆だったんでしょう。もちろん、反訳もこれを知っていたと思います。つまり自分は捨て駒であると。 当時、朝鮮の王権は最悪だったんですよ。村上が誰より戦争から逃げたとことを聞いた。民主は、今の京ョ軍君ですよね。王様のお城に行って、王が我らを捨てたと言って、王様のお家、つまりお城をお朝鮮の民主が燃やしてしまいます。皆さんが今、旅行にいて見ている京ョ軍君は朝鮮だいぶ末期で作られたもので、実際この時に朝鮮の京ョ軍君は燃えてしまいます。 つまり王権がだいぶ地に落ちてしまいましたね。 で、この時に意外と、官兵軍がすごく活躍してくれるんですよ。朝鮮全体をあちこち回りながら、まあ、軍人とか家臣とか民主を慰めたり補強したり、戦争中の王様の役目を完璧に成し遂げるんですよね。なので、民主、またはバラバラになっていた朝鮮軍にとっては、官兵軍万歳ということになってしまいます。つまり、官兵軍が実際の王になってしまいます。 いますよねでこういった中海では朝鮮の最高の英雄イ・スンシン将軍が海戦でずっと勝ち続けて日本人の補給をきてでさらに当時中国の皇帝は朝鮮を救えと言って軍隊を派遣するんですよ短期で決戦をしようとした日本の軍隊としてはかなり困った状況になってしまいますよね。 で、結局、中国からの援軍、そして欧米軍の活躍によって、日本の軍隊は一旦引き上げることになります。これによって戦争は一旦落ち着くことになりますよね。えー、これはやっぱ朝鮮全体にとってとってもいいことにはなりますけれども、一番困っている人がいるでしょう。誰でしょうかもちろん村上ですよね。今からどうしたらいいでしょう で、戦争が終わった後、孫女と関恵軍に中国からのメッセージが届きます。もちろん中国からのメッセージなので、家臣たちがみんな集まっていますよね。 で、そのメッセージの内容は、皇帝のメッセージだったんですけれども、官兵軍は素晴らしい。お父さんの無能を挽回しなさい。というメッセージでした。これを全ての家臣の前で聞いてしまった孫女と官兵軍、どうなるんでしょう。孫女はもちろんすっごく切れて恥ずかしいから、そして官兵軍の場合はすごく困った状況になってしまいますよね。えー、とにかく、民は孫女は無能で官兵軍が認めたことにはなります。 ここで一つまた疑問がありますね。私の以前の動画で、官兵軍は中国、民から認められてなかったので、ずっと黒い服を着ていると言ってたんじゃないんですかえ実際は官兵軍が認めたんですけれども、当時、民は後継者問題ですごく困っていたんですよ。なので、今は官兵軍が認めますけど、後継者を として認めてしまうと、民の我が国の後継者の問題に混乱を及ぼすということで、公式的には一旦認めることができなかったんですね。なぜかと言ったら、官兵軍は側室の息子で治難だったからです。なので、民は公式的には官兵軍を認めることができなかったんです。 で、その後からですね、尊女のいじめがだんだんひどくなるんですよ。まあ、コンプレックスだらけの尊女じゃないんですか。なので、関衛軍が挨拶に来ると、お前は臨時だ、挨拶に来ないで、と言ってみんなの前で恥をかかせたり。で、また、お前が王になったら、世は引退する、ということで、えー、約15回ぐらい、こういったことで関衛軍をいじめます。これ、皆さんとこで見たことありますよね。はい、四女と佐渡世者。 この時に孫女が弱引退すると言って、関衛軍が、はい、お願いしますと言った場合は、これ、反逆になってしまいますので、関衛軍が休みもできず、王様が許してくれるまでずっと王様のところで、トゲジしてて、雪が降っても雨が降っても待つしかないんですよね。で、ここでちょっと4ちょっとサドセジャを比較してみたいと思いますが、4ンとサドセジャ、もちろん4条もサドセジャをいじめました。それによってサドセジャどうなったんですか もうみんな殺してやるということで狂ってしまいます。ただ、孫女も桓爾軍に似ていることをしていますが、記録を見てみると桓爾軍がですね、孫女の悪口一言もせず、ずーっとずーっと落ち着いて、かなり周りから見てみてもびっくりするほど、いわばかっこいい態度をずっととっていたらしいですね。つまり桓爾軍は引退力は最高だったんです。 そういったあるい事件が起きてしまいます。えー、村上には先ほど言った、あ、委員王子という性質がいました。やっぱり委員王子はずーっと息子が、 埋めなかったんですけれども、その代わりに、関迎軍ととっても仲が良かったみたいですよ。なので、関迎軍も本当に、イーン・オのことを、3歳に自分のお母さんが亡くなっているので、本当のお母さんみたいにすごく、お互い仲が良かったみたいなんですけれども、このイーン王子・オが亡くなりますよ。もちろん、関迎軍はとっても悲しむでしょう。でも、村女は、ここですぐ、また結婚をしますね。その相手が、イーン・モ・オです。 関係軍としてはここでは少し緊張することになりますよね。陰謀王子がもしかして息子を産んでしまったらどうなるのか、自分の立場はどうなるのかになりますよね。 先ほど話してなかったんですけれども、村長が大好きだった新村軍の場合は、実際戦争中に亡くなりますよ。なので、実際、邦衛軍の相手はいなかった感じだったんですけれども、こういった安心している邦衛軍に新しい危機が訪れますよね。で、またさらに面白いのは、当時村長は51歳だったんですけれども、この陰謀王子は19歳ですよ。<laughs> かなり年の差がありますよね。で、聖者邦衛軍は実際28歳、当時ですね。なので、自分より9歳も年下 の女性に母上と呼ばないといけないとってもつら、えー、い状況になってしまいますよね。で、孫女と陰謀王子は仲が良かったので、影軍がさらに緊張することになりますよね。で、その時に陰謀王子が妊娠をしてしまいます。関軍は 本当に最悪な一年を送ることになりますよね。息子なのか、娘なのか。えー、最初の子は、関江軍には幸いですが、正明公主、つまり娘が生まれます。それで、ちょっと安心していた関江軍に、なんと、陰木王子が2番目の妊娠をしてしまって、そこで、孫女が待ちに待った、正室の息子、ヨンチャン大軍が生まれます。関江軍としては最悪な状況になってしまいました。 で、もちろん尊女は、ヨンチャンデ君のことが大好きですよね。もうずっとずっと手から離れないぐらい可愛がってたらしいですよ。それを見ている影君、どんな心境だったんでしょう。自分がどんだけ苦労してここまで来てるのに、あの生まれたばかりの赤ちゃんに生者を奪われるんじゃないかな、とても緊張してるんですよね。 で、ここでですね、さらに関江軍にストレスを与えることが起きます。家臣たちも一部が、영창대軍を正者にしましょうという意見が出始めるんですよね。で、ここで関係軍がさらに悲しいことは、自分、自分と一緒に戦争で活躍して苦労していた家臣たちもこれに参加したんですよ。関係軍としては本当に裏切られた気持ちになったかもしれませんね。 で、そんなある日、村長が病気で倒れてしまいます。朝鮮当時の王様の平均寿命を見てみると、これで亡くなるかもしれないような状況ですよね。その時に村長は、 実際、ヨンチャンデ軍に王様を譲りたかったんですけれども、ヨンチャンデ軍2歳だし、で、陰謀王子が21歳だし、この二人に政治を任せることはどうしても無理だと思って、光栄軍に王座を譲ろうとするお話を準備します。光栄軍に王座をと言っている瞬間、いきなり村女がまた回復をしてですね、先ほどの話はなかったということで、あげなーいって言って、 また、ヨンチャンデ軍ばっかり見ることになりますよね。これを見ている影軍の心境は、もう本当に本当にこんなストレスはなかったでしょうと思うぐらいです。ただし、影軍はここでもずっとかっこいい落ち着いている態度を維持したらしいです。そんなある日、すごい事件が起こってしまいます。 ある日、光栄軍がお父さん元気になってくださいと言って、もち米を村女にプレゼントしますが、それを食べた村女が休止してしまいます。あなので、実際、その後からもですね、この当時、村女の おいつまり、村長の担当医者だった保順と一緒に関江軍が手を組んで、村長を特撮してないかなという疑惑が実際あります。でも、あくまでまだ疑惑です。証拠はないんですけれども、まあ、とにかく状況上では関江軍が特撮する理由は存分にあるんじゃないかなと思われるところですよね。 で、実際村長は亡くなる前に何か遺書を残してたらしいんですけれども、それをある家臣が、この遺書が公開されたら自分が殺されると思って、その遺書を持って逃げちゃうんですよ。えなので、遺書が残らなくて、実際村長の最後の遺書はみんなに公開されなかったんですけれども、なので家臣たちはどうしたらいいのかなと思って、次の、 権限を持っている陰目王子に行って、次の王は誰ですかと聞きます。で、陰目王子としてはもちろん自分の息子、ヨンチャンデ軍を王様にしたいんでしょう。 ただ自分は若いし、ヨンチャンデ軍も若いし、で、国民的な英雄は、光悲軍だし、ここで陰謀王子は、やむを得ず、慣悲軍を次の王として認めます。なので、ここで歴史の舞台に、15代王光悲軍が現れることになります。光、え、慣、ー、軍はですね、このきつい聖者だけを16年、そしてその中で8年、半分は戦争中だったんですよ。 でも苦労して王になった。多分、朝鮮の中で一番苦労して王になった王様でした。じゃあ、こうやって王になった影軍。王の時の影軍はどんなことをしたんでしょうその時の話はごめんなさい。ちょっと話が長くなりますので、また次回の動画で紹介したいと思います。一旦今日はここまでです。ここで皆さん一つお知らせがあります。以前やっていた無料の おお、情状が建てた守本ハサンですよね。で、ここの無料リモートガイドツアーをまた計画しております。詳しい話は右下の案内をご覧くださいね。何か気になるところがありましたら、コメントで残してください。じゃ、今日も聞いてくれて、しんちゃん、しんちゃこんばよ。皆さん、あんにゃん。